愛知県野外教育センターは、愛知県岡崎市一千万町町に位置する野外教育施設。管理棟、第一運動広場、旧の田町が、企業や教育文化施設の誘致という施策に基づいて、町有林を候補地に上げ、愛知県に働きかけて設立が実現した。管理棟や、体育館のある場所は、個人所有の水田であったが、他はすべて、町有林であった。 1972年4月、3階建ての管理棟、2階建ての宿泊棟、体育館、キャンプファイヤー場、運動広場、野外炊飯場などが観光、同年5月にオープンした。野外活動を通して、青少年に健全な心身の鍛錬と学習の場を与え、望ましい人格を育成することを目的とする社会教育施設である。 公益財団法人愛知県教育、スポーツ振興財団が管理、運営を行っている。小中学校の学校行事としての研修室、体育館の利用については無料。毎年8月に開かれる夏の林間学校は20年以上続く人気の行事である。県外からも多くの家族が参加している。また、田植え体験、稲刈り体験、干ばつ体験などのイベントも主催している。 2017年3月3日から4日にかけて森林の再生を目指す木の駅プロジェクトの全国の関係者が集う第6回木の駅サミットが開かれた。ありがとうございます。